はい、どうも、こんにちは。沖縄ババでございます。今日は生協さんの日だったんでね。えー、まあ、あはい、えー、届きました。いろいろと。はい。えー、これ、フルーツミックス感です。フルーツミックス感あんまりないんでね。えー、これはあ、美しくしています。あと、小麦粉を買いたしました。強力小麦粉でございます。はい、えー、これとね、薄力粉と混ぜて、 えー、まあ、いろいろ作ったりします。はい。えー、半々に混ぜるとね、えー、いろいろできるんですよ。はい。蒸しパンもできますしね。えー、まあ、いわゆる、なんていうのかなあ。肉まんみたいなのもできちゃうんで、はい。まあ,あ、いろいろ便利です。はい。両方あった方がね。強力粉と薄力粉。 え、パンも焼けちゃいますということでね。ピザなんかもできますよということで。まあ、はあ、い、ろいろとね、便利でございます。あと、大豆ちゃんですね、大豆ちゃん。こちらの方も買いたしました、大豆ちゃんね。えー、これね、まあ、納豆にもできますしね。はい、えー、かなり大粒の納豆にはなるとは思うんですけどね。国産大豆なんでね。はい、えー、豊でございます。あと、ビスコですね。 えー、これ、乳酸菌が取れない時のお供にしたいと思ってます。でも、普段も食べてますけどね、ビスコは。<laughs> あなんかね、あの、お昼はね、だいたい私抜いてるんですよ。はい。お昼だいたい抜いてて、その代わりにこう、こういったね、えー、ビスケットをつまんだりとか、ちょっとしてます。はい。まあ、そんな感じで、ビスコ。はい。<laughs> これはあ、まあ、ローリングストックですね。食べてるんで、普段も。はい。 えー、そんな感じで、こちらが今日の備蓄品でございます、えー。皆さんね、なんというかもう、大変なことが起きてるんですよ、また。いつも大変なんですけどね、起きてることは、えー。この前ね、言っていた、6日あたりから気をつけてくださいねっていう太陽の黒点ありますよね。これは別に宇宙の気象,気象情報なんで、 えー、載せてもあんまりね、あの、大丈夫だと思うんですけど、思うんで、こちらのサイトだけは載せておきます。はい。ニュースサイトがなんかまずいみたいなんでね。はい。ね、とりあえずこれ、宇宙気象情報で、黒点ですね。この前言ってた、あのー、X のね、二桁級のフレアが放出されているという、あの、太陽の黒点群が地球に顔を 向け始めました。はい。黒点でございます。これがね、地球に顔をね、向け始めたんですよ。しかも、結構最大級のフレアです。えー、X14 とか15とかね。えー、今までに多分ないんじゃないかな。これほど大きいのは最近。はい。 これほど大きいのは最近ありませんね。これが、まあ、まあ、前からね、言ってましたよね。えー、6日ぐらいからちょっとまずいよっていうことで、太陽フレアね。言ってましたよね。覚えてる方いらっしゃいますかね。はい、覚えてる方ね。それが昨日ぐらいからちょっとずつね、地球の方に顔を向け始めたということで。 あんまり向けてほしくないですけどね。はい。向けてほしくないんですけど、しょうがないですね。太陽も自転してるんでね。えー、うわって思いますよ、これ。何が起こるんでしょうかね、本当に。また多分通信障害とか、システム障害ですね、いろんな。太陽フレアっていうとね、磁気嵐なんでね、基本は。 時期の嵐なんですよ。これがね、えー、まあ、太陽からの時期嵐が、まあ、巨大な時期嵐ですね。が、あに、地球に降り,降り注いで、地球でもね、時期嵐が起きちゃうんですよ。なんで、まあ、通信系統ですね。あとシステム。はい。これの不具合がかなり起きやすくなると思われます。 はい。えー、地磁気嵐も強くなるでしょう。今後どんどんと。顔が向いてきてます。で、またね、多分、本当に現金用意しといた方がいいですよ。あのー、デジタル通貨ですね。いわゆる。えー、ね、わかりますよね。これが、まあ、スマートマネーみたいなものですね。使えなくなる可能性もありますね。 またどっかでこうシステムがおかしくなってね。まあいろんなことが起こる気がしてきてます。はい。なんて言っても今回の太陽フレア。多分最近ではあまりないです。この規模のものは。二桁いっちゃってます。二桁。X です。X 級の二桁でございます。 まあ、これどうなるのかなーって感じですよね。まあ、なるべくね、なるべくこの太陽フレアが強いときはね、ええー、お家にいた方がいいんじゃないかなと思います。はい。えー、まあ、でもね、仕事でね、そうは言ってられない人もたくさんいるんですけど、まあ、仕事に行ってもね、システムの不具合、はい。 えー、仕事に行ってもね、システムの不具合でね、仕事ができなくなるっていう事態も考えられます。まあ、それはそうなったらそうなったでね、帰ってきて、まあ、いろいろとね、えー、自分の用事をすればいいんでしょうけど、まあ、大変ですね。はい。大変です。えー、まあ、いろいろ不具合起きて、 えー、来るんじゃないんでしょうかねこれはいで、えー、こういう時にねお山田さんですね心配なのがお山田さんでございますお山田さんまあ地面がグラグラもねあるんですけどまあ立秋ですね立秋すぎてないんでなんとか持つかなとは思ってますはい。 えー、もう本当とね、切りがなくなってくるんで心配してるとね。なんで、まあ、心配あんまりしないで、まあ、準備の方にね、えー、気を持っていきましょうね。えー、でもね、まあ,あ、整えておいた方がいいですね。あの、デジタルなものはなるべく使わない。はい。 まあ、システムの不具合が起こりやすくなります。本当に、あの、時期嵐が来るとね。はい。なんて言っても時期なんでね。時期なんでね。人間の目には見えないんですよ。本当にね、人間の目で見,見えるものっていうのは、限られてるんですね。5%しかないんですよ。人間の目で、全部質の、全部質のね、5%しか人間の目って見え,見えないらしいんですよ。 95%は見えてないそうなんでまあこういった時期とかね、えー、そういうものでしょうねまあ見えないでしょうねそれはね電気のねこととかね見えませんよねなんで本当あのー、こういったものがかなり影響するんでねまあまあ本当にあのー、あんまりデジタルに頼りすぎるとろくなことになりませんね だから、だから、蝶、蝶がつく富裕層はアナログなんですね。はい。これも何度も言ってますけど、アナログなんですよ、蝶がつく富裕層も。はい。なんて言っても、ジム・ロジャースさんなんか自転車乗ってますからね。<laughs> アナログすぎて。はい。まあ、そういうことでございます。 ええー、ほね、えー、これいろいろとお注意した方がいいです。はい。お山田さんの場合は、近くに火山がある方はね、えー、入山規制ですね。入山規制が始まったら、ちょっと避難を考えてください。入山規制です。はい。入山規制。えー、これがね、始まっちゃったら、もう、あの、どっかにね、 ちょっと一時期、あのー、旅行に行くとか、はい。に2、3週間ねえ。まあ、そういう感じになると思います。まあ、いろいろとね、大変なことがあ起きてきてますね、今ね。まあ、しょうがないですえ。もう一つの記事なんですけど、これはね、これちょっと検索すれば出てきます。 えー、これ株価の動きと連動してるんですよ。アメちゃんのね、恐怖指数。<laughs> 恐怖指数です。恐怖指数。はい。えー、株価のね。これが60%を超えました。なかなかないですよ、こんなこと。なかなかないです。恐怖指数。 60%超えでございます。これ本当にないんですよ、こんなこと。いまあ、良くて30とか40ぐらいじゃないかな。50超えたことってほぼほぼないんですよね、最近。えー、これ何かありますね、本当に近々。はい。まあ、株を持ってる方、損切りするね、えー、覚悟も必要なんで、 これはね、これは来るかもしれませんね。えー、下手したらね、あの、システム障害と、えー、経済のね、えー、なんかおかしなことが、同時に始まるんじゃないかっていう気もしてきましたね、私。なんせ、未だ勝ってない、今で勝ってないね、恐怖指数のこの、パーセンテージとね、60、60超えてるんですよ。 あとは、未だ勝ってない太陽フレア、大規模太陽フレア、二桁ですよ、二桁。X の二桁ですよ、X 級の。なんか、まずいことが起こるような気がしてなりません、私は。皆さん、準備は大丈夫でしょうかね、準備は。 まあ、これ本当大規模なシステム障害とか起きると思いますよ。株、株取引市場も閉まっちゃうかもしれませんね。システム障害が起きて。まあ、これね、これはこれでね、まあまず、まあ、大変なことになりますよ。<laughs> はい。えー、まあ、こういう時にね、何があっても慌てない。何があっても平常心。 これを私たち常日頃から思いに留めましょう。心がけましょう。でね、えー、まあこうしたものがね、まあ備蓄品とかがあればね、えー、言っちゃいけないのかな。買い置きしているものがあればね、はい。買い置きしているものがあれば、こういう時でもね、安心ですよね。例えばね、スーパー行ったらシステム障害でレジが使えないんで、今日スーパーお休みしますっていうような場合ですね。 はい。自分のところに買い置きがあれば、しばらくね、それで過ごせますから。はい。はい、わかりますよね。言いたいこと。えー、コンビニももしかしたらシステム障害でね、開かなくなるかもしれませんし、外食産業ですね。チェーン店なんかはそういった可能性が強いですよね。 はい。システム障害。これ、来そうな気がしますよね。だって、ほ、ほぼほぼ今までで一番大きな太陽フレアですからね。なんかね、あまりいい予感はいたしません。えー、でもね、まあ、あいいんじゃないんですか。その時になったらその時になったでね、もう楽しんじゃいましょう。本当に。ね。えー、備蓄品を、まあ、ちょっと、 ちょっとの間食べてね、回復するまで食べて、えー、でね、えー、会社があシステム障害でね、えー、システムが治んないって言ってね、会社に行ってても仕事にならないんでね、お家に帰ってきたから、じゃあ好きなことやろうって言ってね、何か好きなことやったりとか、あ素敵な本を読んだりとかね、はい、えー、そういうふうにね、頭を切り替えて、 頭を切り替えて、はい、柔軟に対応する。はい、フレキシブルに対応する。これがあ、人間の生き方というものでございます。はい。人間の生き方というのは、柔軟さが肝心要でございます。はい。えー、そういうことでね、頭は柔らかくしましょうね。はい。 それでは皆さん。記事が貼れないんですけど、まあ、あの、太陽フレアの件は貼っときます。ビックス指数ですね。あの、恐怖指数は検索すればすぐ出てきますんでね。よろしくお願いいたします。それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄ばばでした。い、こっちではね、見てたんが。つやつや寝,寝ています。つやつや。かわいいですね。このお手って、真っ白です。